はじめの一歩1403話。はじめの一歩1403話が更新され、リカルドの強さ、そして追い詰められるウォーリーに、急展開が来たと言っても過言ではないですね。リカルドの強さを再認識させられ、こんなハイレベルの戦いに、的確な助言をすることができるのか、ミゲルは一歩に対し、どんな思いでセコンドに入ることを要求したのか、そのことについて今回は深掘りしていきましょう。前々から気になってはいたんだぜ。ミゲルが一歩を選んだ理由、そしてそれが、一歩復帰のトリガーになるかもしれません。そのことについて皆様と共有しようと思っていますので、ぜひ最後までご視聴していただき、皆さんの意見や感想なんかをコメント欄にてお書きくださいね。今回の動画も最新話の情報と考察をお届けしようと思っていますので、ネタバレ禁止の方や最新話をまだ見ていない方はご了承の上ご視聴いただくことをお勧めします。では早速本題に入りましょう。ミゲルが一歩を選んだ理由とは、最新話考察はこれだー。基本のボクシングを限界まで極めたリカルドは、徐々にウォーリーを追い詰めていく。ウォーリーは抵抗するように拳を振るうが、その拳は届かず、リカルドの攻撃をもらい続けた。自分のボクシングができなくなってしまったウォーリー、その原因は、コーチでの戦いと、リカルドのプレッシャーによるもの。リングの使い方がうまく、ミゲルですら予想外だと発言するほどに、リカルドの戦い方は、ボクシングの教科書を見ているようだった。だがミゲルも策がないわけではなく、最終奥義がある、と、このラウンドを終え、帰ってくることができたら、それを伝えると発言し、その言葉からは、このラウンドを乗り越える難しさを物語っていた。そして無駄をそぎ落とし、基本を高めたリカルドの攻撃に、圧倒され続けたウォーリーは、基本の限界値、ボクシングの終着点とも呼ばれる、リカルドの猛攻に押し切られ、試合初のダウンを喫してしまった。4ラウンド目までは終始、ウォーリーが追い詰めていたのにもかかわらず、5ラウンド目に入った瞬間、リカルドの強さ、そして怖さを見せつけられた回でもありましたね。ウォーリーは決して、打たれ強いわけではなく、まだ始まったばかりのこのラウンドを、果たして乗り越えることができるのか。今後の展開はどう進んでいくのか、まだまだワクワクが止まりませんね。近代兵器とまで呼ばれたリカルドと、世界最高の運動神経を持つウォーリー。このハイレベルの戦いに、なぜかセコンドとして起用された一歩。ミゲルはどうして一歩をセコンドに任命したのか、そしてそこにはどういった思惑があるのか、今回と過去の描写を深掘りし、考察していこうと思います。深掘り1、一歩の洞察力。第一線から身を引き、セコンドになった一歩は、ボクシングを外から見ることで、相手の癖や仕草など、小さい動きから特徴を見つけることができるようになっていた。それはそのまま試合に生かすことができ、木村山芝に助言を送り、無事勝利に導く手助けをしたこともあるほど、洞察力に関して言えば、作中でもトップクラスまで上り詰めていたことは確かでしょう。ですがそのことを、ミゲルが知っていたとは考えづらく、世界王者を育てたこともあるミゲルが、一歩へ助言をもらうために起用した可能性は低いと私は考えています。最新話で、リカルドの根底にある強さは、血の滲むような努力の末にあることが明確になったので、一歩がウォーリーに対し、助言を行い、ミゲルがその洞察力に驚く、なんて展開が描かれることはあるかもしれませんが、少なくとも最初から、それを目的にセコンドに起用した可能性は、低いと思います。深掘りに、君たちはいつか不幸になる。一歩 VS ウォーリー戦にて、圧巻の強さを見せたウォーリーは、試合終盤までパンチをもらうことなく、一歩に数十発のパンチを当て続けた。試合自体は主人公補正もあり、ペタペタパンチにて動きを止められ、敗北する結果となってしまったが、ウォーリーは一歩に対し、過去1パンチを当てた男となった。そして試合後、ミゲルは鴨川と話し、鴨川と一歩は瓜二つ、幕の内の辛抱強さは、素晴らしい長所だと話した。しかしその長所は、最大の短所にもなり得ると話し、君たちはいつか不幸になる、とミゲルは鴨川へ告げた。日本人の気概を尊敬しているミゲルだが、選手もセコンドも我慢強くあっては、いつか壊れる日が来てしまうと、この時からミゲルは悟っていた。そしてその言葉通り、一歩はパンチドランカー疑惑にて引退することとなり、93巻での伏線が回収されたことになりましたね。パンチをもらいすぎてしまうと、
どんなにボクシングが好きであっても、引退せざるを得ない状況になってしまう。それを一歩は一番身に染みてわかっているはず。これこそが一歩をセコンドに起用した理由なのだと私は予想しています。ウォーリー VS リカルド戦の最終局面にて、ウォーリーはリカルドを追い詰めることに成功するが、リカルドの中にある暴力的な部分、バイオレンスモードのリカルドが出てきだし、そこから形勢は逆転し、ウォーリーが追い詰められる状況になってしまう。どんなに殴られても前に出る姿、どんなに追い詰められても諦めない心、それを一歩から学んだウォーリーは、瀕死状態になりながらも戦うことをやめなかった。ウォーリーが世界チャンピオンを目指す理由、ミゲルへの恩返しのために前へ出続ける、そのことをミゲルも感じているため、戦うことをやめないウォーリーに対し、説得することができないでいる。壊されるかもしれないラウンドに向かうウォーリーを一歩が止め、自分の今の気持ち、戦い続けた結果の悲劇をウォーリーに伝えることで、ウォーリーをリングから下ろす説得をするのだと私は予想しています。リカルド戦までのウォーリーの道筋は、試合数からしても、明らかに険しいことがわかり、ダメージはないにせよ疲労は重なっているはず。大事に育てたいのであれば、ゆっくり確実に強くなる道を示すはず。ですがミゲルはウォーリーに対し、辛く険しい道を選択している。これは93巻にて、追い先短いことを発言したことが関係しているかはわかりませんが、ウォーリーをラストさんだと感じているミゲルが、最後にタオルを投げることを躊躇してしまう可能性につながるのだと私は感じています。それを薄々ながらミゲル自身も感じており、そしてウォーリーも戦うことをやめない、であるならば、ウォーリーとミゲルを止められるのは、セコンドに起用した一歩であり、ミゲルはそこまで考えていたのかもしれません。そして一歩に説得されたウォーリーは、ミゲルのことや、島の動物たちを思い、リングを降りる決断をする。その際一歩に対しウォーリーは、リカルドを倒してほしい、僕はその時を待っている、と、一歩へバトンを受け渡すことで、一歩復帰へのトリガーが引かれるのかもしれません。この試合で間違いなく、世界のリングを輝き照らしたウォーリー、互いのラスト戦、つまり次は一歩が、世界のリングを輝かせる日は、もう、すぐそこなのかもしれませんね。今回は、ミゲルが一歩を起用した理由について深掘りしてみましたが、皆さんはどう感じましたか？一歩の助言で活躍するウォーリーの方が、見たい気がするぜ。誰も悲しまず、誰も不幸にならない、そんな話の方が嬉しいと私は考えているので、こうあってほしいという希望も乗せて、皆様と共有しました。急展開を迎えた最新話でしたが、ウォーリーはどうやって窮地を乗り越えるのか、リカルドがウォーリーを倒し切るのか、まだまだ読めない展開が続いています。これからも私と共に、ワクワクしていきましょうね。本日も最後までご視聴、ありがとうございました。次の動画でお待ちしています。では、さよなら。ほなおおきに。